えー、皆さん、こんにちは。えー、富士講州派の後藤と申します。えっ、ー、と、本日もですね、あのセミナーの方、開始していきたいと思います。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、本日はですねあの、マルチレーザー、ワイヤー DD、メルティオの紹介ということで、まあ、あの弊社がですね、2023年に導入しました、あのワイヤータイプの,あの造形装置ですね、3D プリンティングの装置について説明したいと思います。今回のセミナーはですね、初めて。 あのやるセミナーになりますあの一部、まあ、前まで使ってた資料もちょっとはありますけどもあのほとんどが初めて使う資料だらけになりますんで是非ともあの最後まで聞いていただけたらなと思いますんでよろしくお願いいたします。それではです、ね、本日の報告内容なんですけども、まあ、の最初に会社案内そして無技術とはということでいろいろ話していきたいと思いますんでお願いします。 まずは、いつも通り会社案内です。えっ弊社は創業がです、ね、1958年、昭和33年11月に創業しております。そして代表が私がやらせていただいております。そして所在地は大阪府堺市堺区となっております。そして事業として大きく分けて2つございます。まず1つがです、ね、公衆派事業部、だいたい16名でやっております。そしてレーザー事業部、こちらの方は12名でやっております。 そして、売上比率なんですけども、高周波の方がだいたい60%、そしてレーザーの方が40%となっております。そして、えー、最近新たに設立した事業部もございまして、まず1つが設備事業部。 ということなんですけども、こちらの方は1名でやっております。えー、社内設備の修理とか保全とか製作、それでですね、あの弊社の方にはよくレーザーやきれとかクラッドの,あの最終的にインラインをしたいという目的で、試作開発に来られるお客様が多いです。そういったお客様に対してですね、弊社が設計した設備を提供していくという形で考えております。そして出雲営業所。こちらの方はですね、山陰方面の営業であったり、まああの まあサイン方面はどうしても営業、あごめんなさい、熱処理業が少ない地域になります。まあ、そちらの,方のですねあの熱処理の相談とか、そういったことをしていただけたらなと思っております。そして次にインドネシア事業なんですけども、これは2024年9月、あの今年の9月からあと5ヶ月後ぐらい、4ヶ月後ぐらいです、ね、から開始する予定です。えっと、まあ去年の6月にです、ね、共和合金株式会社様とです、ね、パートナーシップ協定を締結いたしました。 そして弊社がですね、レーザーやきれ事業を一、まあ、社で出るっていうのはなかなかリスクが高いので、あの、まずは共和合金株式会社様のですね、インドネシア工場を曲がりしまして、レーザーやきれ事業を開始していこうというふうに考えております。やはりこのインドネシアで作る理由がですね、あの、やはりあの、 何よりもコストが下がるというところです。まあ、あの日本だとコストが合わないというものを海外で作ればコストが合うというケースもございますので、またぜひ、あのインドネシアの方にそういった工場があるお客様がおられましたら、聴講者の方がおられましたら、ぜひともお声かけていただけたらなと思います。まあ、将来的にはレーザー焼き入れ、それとレーザークラッティングもできるような工場にはしていこうと考えております。はい、それでは遠隔です。えー、1958年、昭和33年に高周波焼き入れ。 で弊社は創業しておりますそして、そこからちょうど50年後にレーザー熱処理を、レーザーやきれを開始しました。そして、2011年からはレーザークラッティング、粉末を使ったレーザークラッティングですね。そして、2020年からはですねあの、先月のセミナーで話しましたあの、アルピオンを使った精密なレーザークラッティングについてあのをスタートさせました。そして、2023年。 去年ですね、去年からはあのメルティオと言われる大型金属の 3D プリンティングの機械を入れまして、これはワイヤーを使ったレーザークラッドになります。ですので、弊社はあの高周波熱処理からワイヤーのレーザークラッドまで、あのー、全く一見関係のないような技術ではあるものの、ですね、まあ、こういった遍歴でやっております、高周波の熱処理からレーザー熱処理。 でレーザーっていうところを使いながら、レーザーをクラッとして精密なことをやって、そしてワイヤーを使い出したと、まあ、こういったそれぞれの技術には非常にあの大きなつながりがあるような形であの遠隔としてはやっております。はい、ここから本題です。まずは AM 技術とはというところから、まず AM 技術なんですけども、あのこれは CAD データをもとにですね、材料を積層させながら製品を積層する技術、まあ、あのいわゆる 3D プリンティングってやつですね。 でこの材料なんですけども、あのー、皆さんもあの手軽に手に入れることができるのは、その樹脂の 3D プリンティングの装置とかは、もう10万とか20万で売ってますので、手軽にあの手に入れることは可能かと思います。そして、我々がやっているのが、この金属に特化しております。そして、この金属の AM 技術、これだけでもです、ね、あの大きく分けて4つございます。 まずは PBF。これはパウダーベッドフュージョンっていうやつなんですけども、まあこれが一番あのメジャーどころです、えー。金属粉末をしっかりと敷き詰めて、そこにレーザーを当てて造形をしていくってやつです。これが一番あのメジャーな金属の AM 技術では一番メジャーな技術になります。そして次に ADAM っていう技術なんですけども、金属材料とバインダーを混合した素材を熱で 溶解して積層しバインダーを除去した後、まあ、あの造形してから熱処理をして消結をしてあの形を作り上げていくっていうような技術です、うん、それと BJT バインダージェッティングっていうやつなんですけどもこれもこの ADAM とすごく近い技術ですこれもまずは液体結合剤を噴射して固形化し あの炉に入れて焼結をするということで、まあ、2工程踏みながら材料、AM をしていくと。まあ、この ADAM であったり、バインダージェットに関しては、あのやはり、えー、レーザーとかそういったものがいらないので、装置としても比較的コストが下がってくる。ただし、えー、2工程必要。まあ、熱処理炉という違う設備も必要となってきます。そして、ここ飛ばしてますけども、DED、ダイレク r g y エナジー s ポジション。弊社がやってるのはここの。 領域になります。ここの領域でもですね、DED っていう領域でもいろんな種類がございます。次のページ。えー、指向性エネルギー堆積法と言い,いまして、これを DED、ダイレクテッドエナジーデポジション。収束させたエネル熱エネルギーを利用してですね、材料を溶融し、結合し、堆積させる、付加製造プロセスになります。そしてまず我々が あの2011年からスタートしたこのレーザークラッティングって、まあ、DED なんですけども粉末を使った DED これは一般的には中央からレーザーで周りから粉末出る、まあ、これ DED といえばこの方式になりますそして次にワイヤーレーザー DED これは真ん中からレーザーが出てあの周りからワイヤーを供給しながら造形していく煮く盛りしていくっていう技術です、まあ、これはあのー これもですね結構昔からあるような技術になります。そして最近で出した技術、マルチビーム直噴型 DD、周りから、えー、レーザーを出して真ん中から粉末を出す。これはですね日本の村谷機械さんが世界で初めて販売されたこの本方式なんですけども、これはあのー、この方式を考えられたのは大阪大学の塚本教授がまあ有名でございます。そして、 あの今回紹介するところですね、マルチビームのワイヤー d e d まあマルチビームっていうのはたくさんのビームがありますっていうことです。たくさんビームがあって、あの周りからビームが出て真ん中からワイヤーということで、まああの、今回はこのメルティオっていう技術はこのマルチビームワイヤー d e d っていう方式を使ったあの造形装置になります。まあこの装置それぞれ、レーザークラッティングは2011年から。 そしてマルチビームの粉末を使ったアルピオンですね、これは2020年から、そしてマルチビームワイヤー d d に関しては2023年からスタートさせております。そして今回紹介するのはこのマルチビームワイヤー d d になります。はい、それではですね、メルティオエンジンロボット、まあ、今回、メルティオっていうふうには言ってますけども、正式名称メルティオエンジンロボットになります。 まあこのその前に、ちょっとあの世界の金属 3D プリンター市場動向ううについて、ちょっと簡単にあの説明します。まあ、これ、ちょっと古いデータなんですけども、2019年度っていうのは、大体 3D プリンター市場っていうのは大体1300億円、世界ですね。まあ、2025年にはもう25円規模2500億円規模になることが見込まれております。まあ、この2019年度の同市場を地域別に見ると、ですね欧州とか北米とか。 が中心になっておりますこの2エリアですね欧州北米で60%以上の売上を占めています、まあ、日本市場がですね世界に占めるシェアは、まあ、まだ今のところは10%に満たないぐらいです し,かしです、ね、この2014年から2018年にかけて実施された産業用 3D プリンター技術を開発する産・官学連携プロジェクトの成果が実用化され、まあ、今後はです、ね、この日本国内でも需要拡大がまあ非常に期待されております。まあ、あの本年度もです、ね、K プロといわれる 3D プリンター関係の,あのプロジェクトが始まる予定になっておりますのでこれでまた一つ勢いがついてくるかなと思います。 そしてこの金属 3D プリンターにはですねさまざまなタイプや価格帯のものがございます樹脂用でいけばまあもう3万とか5万で手に入るものからあの超大型の 3D パウダーベッドヒュージョンの金属のやつになると5億3億,5億,3億とか5億とかそういったものまでいろんな価格帯がございますそれでまあこの製造現場で使用する50センチ以上の造形に対応可能な大型機っていうのは一般的には大体1億円以上するものと言われておりますまあ あの今回あの紹介するメルティオエンジンロボットとはこの領域です、50センチ以上の造形に対応可能な大型機になります。しかし、ですね、まあ、そのメルティオエンジンロボットは、まあ、あの決して1億円以上はかかっておりません。はい、それで弊社がですねこのメルティオエンジンロボットは、まあ、大型の金属 3D プリンターで狙うマーケットっていうことなんですけども。 まずですね、この一般的なパウダーベッドフュージョンで作られている 3D の造形物、金属ですね、は大体いい手のひらサイズが一般的なサイズ感です。で、それであの切削品の価格っていうのが、まあ、この手のひらサイズっもともと2万とか3万とか安いものです。それでそこに 3D プリンティングっていうのを用いるとですね、コストがまあものすごく上がるよね、20万、30万までアップするよねっていうイメージがどうしても強い。 業界ではございますですので、どうしてもあの金属の 3D プリンティングイコール高いっていうイメージがまだまだ根強く残っているのが今の現状かなと思います。そこで弊社が狙うマーケットっていうのはですね、まだいたい腕を広げたぐらいのサイズ、大体1メーターとか1.5メーターとか2メーターとか、まあ、それぐらいのサイズ感、非常に大型の 3D プリンティングの業界を狙っております。まあ、あのこういったサイズはですね、あの切削品の価格っていうのはもともと高いです。あの 調達にもやっぱりものすごく時間がかかります。ですので、この 3D プリンティングを用いてもですね、まあ、コストがアップするイメージが、あの小さい手のひらサイズに比べるとまだ弱いのかなと思います。もともと高いんで。そして、これが一番強いですね、納期は確実に短くなります。これはあの絶対に言えることかなと思います。ですので、弊社はですね、この手のひらサイズではなく、メーター級の 3D プリンティングっていうところをあの狙った、狙ってる市場になります。 はい。それではメルティオ社。このメルティオエンジンロボットの特徴について説明したいと思います。まずはそのメルティオ社。メルティオっていう会社ですね。会社名なんですけども、こちらはですね、2019年にスペインで創業された、従業員も拡大中の注目すべき金属の 3D プリンターメーカーになります。そして創業3年の間、たった3年ですね。2019年でつい最近ですよね。の間で300以上のシステムが稼働しております。まあ、あの、300以上っていうことは300台ぐらい、まあ、設備を売ってるってことですね。 まああの数もう数千万の設備を。そして、あの弊社の方なんですけども、先ほども申しましたように、2023年4月にメルティオエンジンを導入しまして、まあ、ロボットの方は、あの左の写真にあるように、青いロボット、モトマン安川の元ン GP50N ということで、50キロか半のロボット、ポジショナーもあの250キロか半のポジショナー。そして 最大の造形サイズっていうのはこれ1一1ー1ーと書いてますけども、まあ、正直ロボットの稼働する範囲であればあの全然1 5ーぐらいも全然できてしまうということになります実際大型品の造形はこんな感じですまあこれはかなり早送りで回してるんであ,のあれなんですけども、まあ、これぐらい なかなか今までは考えられなかったぐらいのサイズ感の造形物ができるっていうのが、このメルティオエンジンロボットの最大の特徴かなと思います。大体いいこれで高さ1.5メーターぐらいですね、まあ、非常に高い、あの大きいもの、まあ、ちょっとしたプロペラみたいなのをイメージしております。それであの装置のちょっとした仕様ですね、まず寸法、このメルティオって書いてあるこの黒い箱ですね、この箱。 だいたいサイズ感的には百九十横幅390、奥行き700の高さ1025といって、まあ本当に小さい、もう冷蔵庫にも満たないぐらいのサイズです。で、重量は142キロ。まあこの中にですね、もうすでにあのファイバーレあ、半導体レーザーが。 入っておりますでレーザータイプが1つ、あのー、光が6本出てきますのでその光1本1本のパワーがだいたい200ワットそれが6本束なってだいたい1 2キロのパワーになりますレーザー波長は976ナノメーターで最大出力が先ほども言いました1200ワット 1.2kW ぐらいで消費電力なんですけども、まあ、ピーク時でだいたい2から 5kW ぐらいを使う、あのー、ものになりますのでまああのー ピーク時でも2から 5kW 程度なんで、まあ、非常に省エネな設備になるかなと思います。そしてチラーとかも使います。そして、まあ、あのこのノズルの先端ですね、この先端のところ、えー、この部分ですね、この部分についてちょっとアップでやります。えーっとまあ、このような形になっております。でまあ、周りからレーザー、でまあ、このように黄色い線がついているところ、ここ全部レーザーになります。あの演習場に6カ所。 レーザーが出ていってあの、光学系を通して焦点を結ぶという形です。そして供給ワイヤーというのは真ん中から供給されておりまして、まあ、同軸ワイヤー,フィー,ーフィーダーがありまして、それでローラーでワイヤーを押し出しながら、あのレーザーで光をあの、ワイヤーを溶かしていくと。そして造形をすると。結構これの、そしてこれのちょっと弱点がですね、この造形 物から、えー、このノズル先端までの距離が約6ミリととちょっと短いですですので、まあ、奥まった部分に造形したいとか、そういったところはなかなか難しいかなと思います。そして、まあ、実際、この焦点におけるこのビーム形状なんですけども、まあ、先ほど言いました、6本の光が来てますよというのが、この赤い枠が一つ一つがビームになります。で、真ん中がちょこっと開いてます。まあ、ここにですね あのワイヤーが入ってくるようなイメージです。この光を持ってワイヤーを溶かしていくというような形になっております。まあ、それにです、ね、このワイヤーっていうのは、このホットワイヤーでも供給可能になりますので、ホットワイヤーで供給すれば、あのワイヤーに当たる熱量が減らせますので、やはり造形速度がアップするっていうことにつながってきます。はい、それでは、ですねこのワイヤー式の DD で、ちょっとあのこういったことが こういった懸念点があるよということを説明します。まあ、これ、先ほどの写真です。あの、光が6本ありまして、ワイヤーが真ん中に来てる。まあ、これはあの非常に正常な状態ですね。正常な状態。そうなると、まあ、こういった感じで、まあ、造形をしたときに、こんな感じのビードになります。まあ、実際、ビードを切断してみるとこんな感じです。だいたい高さが0.77ミ、mm、リの幅が2.19ミ、mm、リ。まあ、いたい使う B、あの、ワイヤーが1.0の ファイ1.0かファイ1.2ぐらいの,あのワイヤーを使うことが多いです。で、溶け込みもこのような形できれいに入ってると。じゃあ、次にあの考えなきゃいけない、このワイヤーっていうものは、やはり癖がついております。ボビンにずっと巻かれた状態であの入ってきて、そのボビンからほどい,、まあ、いて、それを使っていくんですけども、やっぱボビンに巻いてる段階で、まあ、やっぱり金属なんで、どうしても癖がついちゃうと。 その癖がついて、ビームの真ん中にワイヤーが来なかったとき、こんな感じで、ちょっと変なところにワイヤーがいましたよってなったとき、まあ、この時に造形しました。こんな感じになります。まあ、なんか見た目ではなんか、あ、いけるんかなって思っちゃうんですけども、実際孤立を切断してみるとこんな感じです。ビームが真ん中に来てないんで、あのそれなりのものは漏れるんですけども、残念ながらあの希釈が。 ちょっっと偏ってしままう状態になります、まあ、これではですね、まあ、1ビードぐらいだったら全然問題ないとは思うんですけども、これを積層していったときにどうしてもいろんなズレが出てきて、あんまりよろしくない状態になる。ですんで、このワイヤーの DD の一番難しいところは、このワイヤーのセッティングですね、ビーム,ビームの1とワイヤーの1、これをずらさないこと、これが一番重要になってきます。 そしてワイヤーは材質によってやはりちょっとずつあの持ってる癖が変わってきますのでこれはもう、えー、仕事を始めるたびにやはりやっていかなきゃいけないようなことになりますはいそれではですねこのメルティオで造形できるこの材質と特徴について説明しますまずあの現在あの我々が使用しているですね あの材料っていうのがこうい,こういった材料です。あのーまあ、ステンレス鋼であったり工具鋼ニッケル合金、炭素鋼、チタン合金で、まあ、銅合金とかアルミっていうのはあのちょこちょこはやっておるんですけど、まだまだちょっと開発中の段階なんですぐできますっていうことは言えない状況です。<laughs> これもですね、ステンレス鋼でいくば、まあ、よくある316とか308とか。 の SAS の630系統の材質,を材質ですね。で、やったり工具工で言ったら H11、SKD の61みたいな、あのーまあ、そういった工具工系、まあ、鉄系ですね。で、ニッケル合まあニッケルがたくさん入ったインコネルとかインバーとか、まあ、こういった材料。そして炭素工ですね。まあ、今のところは軟鋼ばっかりなんですけども、まあ、あ,のあまりカーボンの入ってない材料、まあ、こういったものはあのレーザー、ああごめんなさい、えー、3D 造形をしたりします。で、まあ、チタン合金、これもですね、 やはりあの造形時の、えー、酸化を防ぐための対策が非常に重要にはなってきますが、まあ、一応、漏れるかなとは思います。それではですね、まあ、弊社は今までずっとこのパウダーっていうものを使ってました、パウダーをレーザーで溶かして造形したりコーティングしたりっていうことをしておりました。でそれがこのメルティを使うことによって、ワイヤーを使うことになります。 じゃあこのワイヤーを使った時に、えー、どういったワイヤーとパウダー、どういったあの違いがあるのかをちょっと説明したいと思います。まず、ですね、このワイヤーパウダーの違いで、まずは材料リスク。このワイヤーというのは基本的に何もないです、材料リスクは。しかし、パウダーはですね、あんまり細かいものになってあの酸化しやすい粉末、まあ、チタンとかになると、まあ、粉塵爆発とか。 それであったりあの、人がですね、作業者の方が粉末を吸引する可能性があります。まあ、そういったところでリスクはどうしても存在します。まあ、ワイヤーの場合は吸引することはまずないです。まあ、飲まない限りは、食べない限りは絶対吸引することはないです。で、保存要件に関しては、まあ、あのこれもワイヤーもパウダーもやはり、あの 錆びる可能性はございますあの特に酸化しやすい粉末でいくと。まあ、あのできれば、まあ、乾燥した環境に保管。で、パウダーはよりワイヤーに比べるとです、ね、湿気っていうのを吸収しやすいので、まあ、あのよりあの厳密な保管状況が必要です。そして機器の清掃。 まああの肉盛りをする、造形したり肉盛りをすると、ですねどうしてもあの粉末、粉末の場合は飛び散ったりします。だから、飛散した粉末を清掃する必要性はありますが、ワイヤーの場合は基本的にぶどまりはパー100%なんで、すべてあの造形に使われますであので、そういった飛び散りっていうのは基本的にはございません。そして材料交換、ワイヤーの場合はですねもう分かりやすくワイヤーなんで、 最初にやった材料が2番目にあった材料であの混ざるということは基本的にはございません。しかし、パウダーの場合は粉末供給器の中にです、ね、粉末が残った、まあ、多少なりとも残ったままで次のパウダーを入れてしまうと、まあ、あの序盤はもしかしたらあの材料が混ざってしまうというリスクがございます。逆にです、ね、この材料が混ざってしまうというリスク、これを上手に使うというのが、まああの パウダーの一つのメリットではあるんですけども、そのコバルト系の材料と WC を混ぜながら煮くもりをするとか、まあ、そういったあのいろんな策が取れるのがパウダーになるかなと、まあ。だからこの材料汚染、総合汚染のリスクっていうのをすべてダメとは言わずにあの、我々としてはこれもメリットとして考えております。そして材料種類、まあ、あのこのワイヤーですね、この高度が高いもの、もうやっぱりワイヤーとして、ま、ボビンに負けないと。 ダメっていいうのがございますんでやはりすので,で、高度が高いものは基本的にはラインナップが少ないのがワイヤーです。に対して材料、あのパウダーですね。パウダーはやっぱりここが一番強いです。もう柔らかい金属から硬い金属までラインナップっていうのもものすごく豊富です。ですので、洗濯の範囲も非常に広いっていうのがこのパウダーのいいところかなと思います。 そして品質あの、造形品質はやはりワイヤーはブローホールができにくいです。で、パウダー、ブローホールができやすいと書いてますけども、まあ、できる確率はどうしてもワイヤーに比べると上がるかなと思います。そして、ぶどまり、まあ、材料を100入れて、100造形に使われるのがワイヤー。そして、パウダーっていうのはやっぱりその盛り方にもよるんですけども、50%から90%ぐらい造形に使われてしまいます。 で50%から10%ぐらいです、ね、はどうしても捨ててしまうということになります。そしてまあ弊社におけるです、ね、造形の考え方、まあ、弊社はです、ね、高周波焼き入れからレーザー焼き入れ、レーザークラッティング、精密レーザークラッティング、そして 3D プリンティングという形で来きていますので、それらの技術をいろいろと複合して造形させることができるというのが弊社の一番の強みかなと思っています。 まずはですねこの写真のようなこのメルティオにおける自由度の高い造形っていうのはこれメルティオでやらかい材質でやっていきます。そして部分的に対摩耗性を持たせたい、やはり部品であればですね部分的に硬くしたいとか強くしたいとか、この辺だけ耐食性を上げたいとか、そういったことってどうしてもございます。まあ、そういったところはですねあの粉末のクラッドっていうのがすごく扱いやすいんで、部分的に粉末のクラッドをコーティングするようなイメージで煮くもりをしていきますと。 そして、やはり造形物というのはどうしても内部にたくさんの応力を持っています。内部に応力を持っています。造形後というのは金属、これ金属特有の特徴だと思うんですけども、応力を持っておるんで、まあ、それをやはり緩和したい、緩和しないとなかなかあの強度が出ないということがありますので、それを緩和するために、我々は熱処理屋なんで、熱処理炉で熱処理をすることができる。 ということでですね、まあ弊社の場合はもうメルティオでただただ造形物をなんか同じような形で作りますっていうようなレベルの話ではなくですね、まああのこういう部分的な強化、そして全体的な熱処理、こういった技術を組み合わせて、まあ高品質な、高品質な大型の金属造形物っていうのができるのが弊社の一番の強みかなと思っております。 そしてあの、各種造形方法と造形速度。まあ、これはあのーまあ、一部の資料になりますので、これが大正解ではございません。これだけはちょっと、あのー、言っておきたいかなと思います。まず、このアーク d d このワームって言われるやつなんですけども、材料はワイヤーです。まあ、TIG とかそういった熱源を使ってあの造形していく技術です。まあ、これはですね、だいたい造形速度って1から5キロぐらい。 は漏れると1時間にって言われております。そしてメルティオ。まあ、メルティオの場合は0.2から 0.8kg を漏れます。まあ、我々も今までこれ使っててですね、まあ、大体これぐらいのスピードだなっていう気はしております。大体おいしいところで0.4とか0.5ぐらいのスピード感が一般的なスピード感になります。そしてレーザークレティング。まあ、パウダーを使った DE ですね。 これがですね、あのー、造形速度0.2キロと書いてますけども、まあ、正直言って、今のやつはもっともっとあの造形スピード上がっております。まあ、5キロ、5キログラムパーエイチ盛れるものであったり、まあ、あのこの間、中国行ってきて見てきたのは、だいたい1時間に15キログラムぐらい盛れる、あのー、ものもございました。まあ、けど、それはです、ね、造形には使えないです。あくまで肉盛りっていう業界で使えるようなものになります。 そして最後にパウダーベッド、一番ベあのメジャーなやつですね、パウダーベッドヒュージョン。これはパウダーを使って、まあ、大体これはあのあの精度はいいんですが、どうしてもその造形速度っていうのは目を取りする部分がございます。大体1時間に0.1キロ、100グラムぐらい盛れるというようなものになります。ですが、まあ、ここの造形速度に関してはですね、もうこれも日々進歩しております。 あのですので、このデータを100%信用しないでください、あのどんどん進,進歩しておるんで、まああの、最新の情報ではもっと速いスピードになってると思います。はい、それでは5番目、造形物のです、ね、メルチェルで作った造形物の引っ張り強度試験と、まあ、重点率について説明したいと思います。 まずですね、あの、弊社の方で実験をいたしました、あの、地方独立行政法人のですね、大阪産業技術研究所様とですね、まあ、去年から、あの、共同研究をしておりまして、まあ、それで、それで実施した内容になります。まず一つですね、この日本で手に入れやすいワイヤー、コベルコさんのですね、ワイヤーをあの使用しております。まず一つ、軟航ワイヤー、サスワイヤーということで、軟航ワイヤーは SE-A50 っていうものの、えー、1.2π の で、サスワイヤーは NS316LM、ファイの1.2のものを使っております。この NS316LM っていうのは、まあ、いわゆるあのサスの316だと思ってください。s a の316。で、これのカタログ値のこの高降幅応力とか引っ張り応力伸びっていうのはこのような数字になっております。 それでですね、よくあるパターンとして造形物でよく言われるのが、その積層方向によって強度が違うんじゃないのっていう話です。ですので、今回は水平方向に積層したやつと垂直方向に積層したやつをあの引っ張り強度、それぞれ比べてみました。実際のカタログ値と比べて、えー、どれぐらいの差があるのかっていうところですね。はい、実際のところはこんな感じです。まあ実際ですね、この 高さ180、えー、幅180のこの1枚の壁をバーッと作ろうと思いました。それであの水平方向、垂直方向でテストピースを取ろうというふうに考えておりました。しかしですね、実はあのこれ、歪んでしまって使い物にならなかったっていうのがあります。ですので、こういった薄壁を高く盛り上げるっていうのは、やはり、あの、 難しいっていうのがよくわかりました。金属はすごく歪んでしまう。応力を持ってしまうっていうことになるんで。ですので、この方法は正直諦めました。ですんで、水平の場合はこのようにしました。高さ180のやつを50にしました。まあ、50ぐらいまでやったらなんとかなったよねっていうことなんで、あのー、こういった盛り方にしました。じゃあ、実際の動画はこんな感じです。 これはあの iPhone の機能についているタイムラプラスっていうやつで、まあ数秒に1回写真を撮って、それをコマ送りのような形でつなげてるやつなんで、実際はかなり時間はかかってるんですけども、まあこの動画上ではすぐ終わるように見えちゃいます。まあこんな感じでワイヤーをずーっと積んでいって、だん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 壁ができてくるような形です。これを動画はですね、まだちょっと我々の YouTube には出してないんですけども、まあこれ 一応今回お客様に見せるのは初公開かなと思っております。まあ、こんな感じで壁ができる。それであの次にじゃあ垂直方向のやつどうやって作るかなって考えました。垂直方向はどうしても高さが必要になりますんでただただ高さを積んだだけではやっぱりこのような造形時の歪みっていうような感じで曲がっちゃいます。ですんで、まあ、それぞれの壁を支えるような構造をしたらどうかなということでこんな感じで。 六角形のものもを作りましたで1枚ずつ剥がすことによってそこであの引っ張り試験片を取り出したというような形になっております。ですんでこのまあ簡単にこの引っ張り試験片を作ろうと思ったとしてもですねやはり造形時の応力の発生による歪みっていうのはやはり考慮した上でこのどういった造形物を作ってあの引っ張り試験片を作るか。 というのはやはりしっかりと熟慮しなければいけない部分はあるかなと思います。はい。それではですね、この引っ張り試験兵の結果、まずはですね、難航 SE-A50 の結果から説明します。まあ、あの一応 N5 個やっております。まあ、水平方向の引っ張り強度はこのようなグラフです。そして、えー 右の方のの方方ググララフフが垂直向です。まあ、あの数字あの見ていただいたらもう全然伸びが違うよねっていうのがすごくわかると思います水平と垂直でそして実際これを伸びと波段、えー、伸びと体力引っ張り強さのところを、あのー、グラフにしております左が体力と引っ張り強さの数字になります右側が波段伸びのパーセンテージになります まあこれが SEA50。これがまあ,あ,のあれですね、カタログ値だと思ってください。それでこちら水平方向、まあ、これですね。で、真ん中が垂直方向。まあ、この伸びのところですね、明らかにこう下がっております。まあ、これはあのやはりこのす垂直方向にすてたことによって、もうびちちぎりやすくなっている状態になります。まあ、水平方向に関してはですね、まあ、あのやはりあの思って そのバルク材に比べるとやはり若干は下がっております、まあ、10%程度低下しております。で、引っ張り強度に関してもやはりあのあ伸びに関してもやはり10%程度ちょっと落ちていると、その、えー、カタログ値に比べて。で、垂直方向に関してはやはりあの大きく低下しているっていうのがちょっと今回の結果になっております。まあ、これはですね 本来なら、この面、このデコボコ面をきれいにしてから引っ張らなきゃいけないんですけども、まあ、あの造形の場合は、こういうあのデコボコ面で使うっていうケースがある程度あるだろうということを想定して、あえてデコボコ面を残したまま引っ張っております。そして、それぞれの組織です。軟膏と、えー、軟膏であの水平と垂直の組織ですね。まあ、あのこれはですね、あの部分的なこの部分をですね、ちょっと観察しております。この部分を観察して、まああの いたあの大体幅が1.87ミリ、まあ、の水平方向にやってるんで、まあ、それなりにここはまっすぐになってますねで組織も見ていただいたら、まあ、そんなに問題があるような組織には見えないとで垂直方向垂直方向に関してはやはりこの段差がある状態ですね積み上がった段差がどうしてもありますですので太いところで1.78細いところで1.51ということでですねどうしてもこういったところからビシッとなんですかね あの引っ張ったときに、ッ、え、チ、ー、効果のような形であのちぎれがちぎれてしまうということになります。ですんで、まあ、これを組織を見た感じでは、金属組織としては基本的には問題ないという判断をしております。しかしかですねこの垂直方向 の憎もりにはですね、やっぱり表面に微小な凹凸、これどうしても避けられないです。ですので、ここは正確な数値が出ていない可能性がございますので、この辺に関してもです、ね、追加でまた実験をしていこうと思います。まあ、次回のですねこのアルメルディオの説明の時に、この辺の正確な数値が出せたらなというふうには思っております。はい、それでは次に、サスの316。まあ、これもグラフ、同じように水平と垂直で作っております。 そして結果がこちらです。えー、伸びと、まあ、この青い,青いグラフが、ちょっとごめんなさい、ここかぶってますけど、体力。で、このオレンジが引っ張り強さ、先ほどと同じです。で、水平、垂直、カタログ値ということになってます。まああのー、これに関してはです、ね、水平方向っていうのは、まあ、意外とこのカタログ値とほぼほぼ同程度レベルには出たよねっていうことになってます。 感じ的にはしかしですね、垂直方向というのは先ほどと同じくやはり伸びが落ちるっていうポイントと、その他の引っ張り強度とか、えー、引っ張り強さとか、体力っていうのは、やはりどうしてもちょっと落ちているというような形になります。しかしですね、先ほど難航に比べて、その辺の数値の落ち方はマシだったなっていうのが今回の結果と言えます。で、実際のものがこれです。えー 実際の組織がこれで、まあ、この辺を同じように観察しておりまして、まあ、1.96。まあ、これ非常にまっすぐに出てるなーっていうのが見えるかなと思います。で、組織はこんな感じ。まあ、これとこれ、あなんか、組織の感じ違うなーっていうかもしれないですけども、まあまあ、あの、専門家の方に見ていただいても、まあ、これは通常の組織でそんなにあのおかしな組織ではないよねっていうような見解です。 そして垂直方向。垂直方向はやはりこういうふうに凹凸が出てしまってるんで、細いところと太いところが出てしまってる。やはりちぎれるのがこの細いところを応力集中してパチンとちぎれるっていう形になります。ですので、金属組織とは、組織としては、まあ、先ほどと一緒で問題はございません。そして垂直方向の肉盛りっていうのは、 表面に微小な凹凸があるため正確な数値っていうのが出てない可能性がありますんで、まあ、この辺の数値出しっていうのも今後あのしっかりと実験を進めていってあの皆さんに発表していきたいなと思います。 そして最後に重点率ですね。まあ、3D プリンターで造形されたものは重点率って劣るっていうふうに考えられている顧客もおるかもしれません。しかしですね、メルティオならば、まあ、金属ミストがほぼ従来製法と同等です。まあ、実際ですね、この機械的特性によって金型やスタンピングなどのアプリケーション造形っていうものにあのメルティオっていうのは活躍する。 活用されております実際の金属密度というのは99.995。まあ、これはやはりワイヤーならではの特徴かなと思います。まあ、高い機械的強度を支えているのはワイヤーならではの高い金属密度になるのかなと思います。やはりあのブローホールが少ないというのがやっぱりこのワイヤー造形の一番の強みかなと思います。はい、それでは事例ですね。今回は6つ事例を紹介します。このまず1つ目の事例、休憩タンク。これはメルティオ本体の あの我々が、えー、やったものではないんですけども、メルティオ側の,あの造形物になります。まあ、こういう大きい FI500、重さ2 9 6キロまあかなり巨大なものの造形を SAS316 でやっております。まあ、大体これぐらいのサイズ感になったら81時間ぐらい時間はかかっておると。そして次にコンベアベルトサポートってやつですね。もうこんな感じで。 これもタイムラプラスを使って造形はしていると思うんですけども、こんな感じで造形しております。こんな感じで大きなものですね。で、まあ、これも28時間かかっております。まあ、これはですね、やはりロボットの稼働範囲っていうのがものすごく広いんで、まあ、大型品の造形が可能ですよということが、すごく明確に分かる造形物かなと思います。そして次にブリスクっていうやつなんですけども、 これはですね、あのー、こういう円柱のものを先に用意しております。円柱のものを先に用意して、羽だけを作るっていうような造形ですね。羽だけを作るっていう造形です。そして、ここからですね、弊社がやったもの、です。まあ、ちょっとまだまだメルティ用のものに比べると、まだチャッチー感じはございますけども、ちょっとギアを作ってみました。 まあこれはあの外径110ぐらいの小さいギアなんですけども、我々が狙っている市場はやっぱメータークラスなんですけども、まあちょっと練習でこういうものを作ってみたと。まあ、これが実際あの市場投入されているわけでは決してないです。まあ試験的に作ったものになります。だいたい高さ的にも20ミリぐらいの高さの造形物になります。 まあこれもですね、大体3時間半30分ぐらいでやっております。まあ、このメルキュの最大の特徴としてです、ね、このギアでもです、ね、まあ、こういう小さいギア、手のひらサイズのギアだって、あんまりコストメリットは出ないことが多いんですけども、これが仮に1.5メーターサイズぐらいのギアとかになるとです、ね、もしかしたらこれでコストメリットは出てくる可能性はあるのかなと思います。そして次に、二股また円管、まあ、2つのパイプを1つにするっていうような造形物ですね。 まあこんな感じで、あの、一本一本ずーっと積んでいきます。積んでいって、だん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 これを近づけていきます。サポートレスですね。このつなげるところがなかなかテクニックがいるんですけども、まあ、こういった感じでつなげることが可能です。まあ、こういったのもサポートレスで作ることが可能ですと。 そして最後にオーバーハング形状ですね。これもやっぱりサポートレスっていうのが一つの特徴です。まあ、これは結構大型のものなんで、あのー、7時間ほど造形にはかかっております。で、だん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 ヘッドが倒れていって、その倒れる角度に合わせて造形をしていってるって形ですね。ちょっとずつちょっとずつ外に広げていっております。 ちょこちょこちょこ手が見えてますけども、これやっぱり造形物っていうのはどうしても熱を持ちます、連続的に持ってたら。ですね、熱をちょっとエアーとかで冷やしてる感じですね。実際もっともっと連続でバーっと持っていきたいんですけども、やはりあの熱を持ちすぎるときれいな造形ができないんで、まあ、あのちょっとずつ一層巻いてからちょっと休憩、一層巻いてからちょっと休憩みたいな、そういうことはどうしてもやらざるを得ない造形になります。 ですのでこの動画で見るだけではすごく早そうだなって、けど実際時間を見たら、先ほどもあったように70時間とか80時間とかかかっております。それはやはり造形だけの時間だったら短いもんなんですけども、どうしてもワークを冷やすための時間も必要なんで、そういったところで時間がかかってるというのがこちらの技術になります。 それでですね、この事例なんですけども、あのメルティオ社の YouTube チャンネルっていうのがございます。まあ、この QR コードから行っていただいたらいいんですけども、まあ、こちらからまあ本当にいろんなものが見れますんで、まあ、メルティオエンジンロボットっていうのは、あのこんだけ可能性があるんだよっていうことがすごく明確に伝わるかなと思います。はい、それでは最後にまとめ、まず1つ、メルティオワイヤー造形っていうのは、パウダー造形の永遠の課題であるこのブローホールの削減、低減っていうものにかなり効果的ではあ 効果的ではありますそして2番目、硬化系ワイヤーの選択肢、粉末に比べると少なくですね、入手が難しいですので、このメルティオワイヤー造形というのは、あくまで柔らかいものが中心になるかなと思います。そして、この1番のメルティオ造形の一番の特徴、最大1000、0 0 0 0 0 0ということで、まあ実際は1500ぐらい。 1500、1500、1500ぐらいの大型金属 3D プリントが可能になります、まあ。ロボットの稼働範囲を増やせば、ですねもっともっと大きいものもできちゃう。はい、それでですね、ちょっと最近、あの触れる事業紹介動画っていうのを作ってみました。まああのまあ、弊社の YouTube チャンネル、ホームページにもございますけども、まあ、あのその動画を触ることによって、どん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 あの次のページへ飛んでいけるっていう、ちょっと変わった動画になります。まあ、これでいろいろ宣伝はしていきたいんですけども、あの まあ一度、これ見、変わった動画になりますので、一回見ていただけたらなと思います。で、最後に弊社も YouTube チャンネルやっておりますので、もしよろしければ、チャンネル登録していただけたらなと思います。はい、それではですね、以上で、本日のセミナーを終わりたいと思います。えー、本日はですね、皆さん、最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。また、えー、っと、次回ですね、あの聞いていただけたらなと思います。本日はありがとうございました。どうも、失礼します。